ジュジャーク・バラーチュは、ハンガリー出身のサッカー選手。ポジションは MF。ハンガリー代表の、現首相。2005年に、デブレツェ VSC で、プロデビューを果たした。2007年には、リーグ3連覇に貢献し、ハンガリー年間最優秀選手賞を獲得した。2007年10月24日、PSV、アイントホーフェニエ5年契約を結んだ。本来2008年の夏に、 チームに合流する予定であったが、その当時 PSV にいたケネスペレスの助言により2008年1月に移籍した。2008年1月12日、ヘーノールト戦でエールディビジデビューを飾った。この試合はヘーノールトが1から0で勝利した。この試合で90分間フルにプレーし、3本のシュートを記録した。次の週の BBB フェンロー戦で初ゴールを決めた。 この試合は1から1で引き分けた。1月23日のスパルタロッテルダム戦で初アシストを記録した。2007から2008シーズンはリーグ戦17試合に出場し3ゴールを決めリーグ優勝に貢献した。2009年2月5日アドデンハーグ戦で初ハットトリックを記録した。最終的に2008から2009シーズンは32試合に出場し11ゴール。 9アシストを記録した。2009年8月15日、アヤックス戦で2ゴール、1アシストを決め、4から3での勝利に貢献した。2011年6月12日、ロシアプレミアリーグに所属する FC 安治マハチュからに4年契約で移籍をし、集団期間中に行われていた合宿に参加をした。8月6日、第19節の FC トムトムスク戦でデビューをした。 8月27日、第22節の FC、ロストフ戦では、前半10分に負傷交代をした。検査の結果、鎖骨の骨折と診断され2ヶ月を要することが、報告され10月29日、第29節の FC アムカルペルミ戦で復帰をした。冬の移籍期間中である2012年1月12日に、FC ディナモモスクワへ4年契約で移籍を、 死世番号は7となった。2015年8月16日、ブルサスポルに移籍した。ハンガリー代表として2007年6月2日にギリシャ戦で代表デビューを飾った。2008年5月24日にギリシャ代表戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。